まあ、せっかくそのね、自己紹介を簡潔にやったのに結局プレゼンが続いちゃってる感じになっちゃってるから、多分対話型の方がいいと思いますよ。わかりました。ね、初め簡潔だったのに結局これで長くなっちゃったら、うん、もったいないですよ。じゃあ違うと、もう要点だけガッとまとめて、はい、まあ、他社さんと違うところとしては、まず先ほどこうランキング、あの学校のランキングがあったところと、あと奨学金ですね。実際に、大学が出している奨学金のデータってなかなか日本人は手に入らないんですよね。そこを僕は、アメリカの大学1個ずつ調べていって留学生が使えるものを全部まとめましたっていうのが2つ目。そして、就職先、先ほどちょっとありましたけれども、ここでランキングを、フィルタリングかけれるのは、今私たちのところだけかなと思ってます。で、ここで実際にこう長いっすよ、まあまあかけてもらって結局プレゼンになりますね。だって対話なんだから3つがどうのとかおかしくないですか、はい、質問して答えね、でなんか全部プレゼンっぽいですね、話が。すいません。